お世話になってます、ちゃんちゃんこです。今回は先日クリアしたカリストプロトコルのネタバレなしのレビューをしていきたいと思います。個人的にはカリストプロトコル概ね楽しかったです。ただ私は円安も重なって結局1万3000円ほどで購入したんですが、まあ、これはちょっとボリューム的に高いかなって思ってます。寄り道要素がないので一本道で1万超えかってちょっとなっちゃったんですよね。だから今購入考えてる人はもう少し安くなってからでいいんじゃないかなって思ってます。あと円相場はかなり大事だと思うので買う際には為替をよく見といた方がいいと思います。でも映像は本当綺麗だし、アクションホラーゲームとしてはかなりのクオリティだと思います。気になるところもあるのでそこを詳しく動画の中で説明していきたいと思います。それでは早速どうぞご覧ください。まずは映像について、映像は前述した通りめっちゃ綺麗です。トレーラーにも映っている木星が目の前に現れた時はほんと息を呑みました。インターフェースがない分没入感もすごいし、ムービーシーンもほんとただのハリウッド映画でした。ムービーからの操作パートに移行するときは自然すぎて、あ、ゲームはここまで来たのかって感動もしました。ジェイコブさんの汗がもう何よりほんとすごい。以前の動画でも紹介したんですが、開発スタッフは照明の色や血の乾き方にも注力していて、不気味さや一歩進む怖さがこれでもかってくらい表現されていました。まあ、進むのが怖いっていうよりも気持ち悪いっていう方が何度も思いましたね。でもずっと内臓ブシャー血がブシャーっていう部屋をずっと見せられているとだんだんと麻痺ってきて怖くなくなるっていう瞬間もありました。人間の慣れってすごいですよね。怖いと思う瞬間は人それぞれだとは思うんですが、私は暗い長いトンネルを一人で歩いてる時の方がすこぶる怖いなって思いましたね。音楽について、音楽はすっごい良かったです。アプリヘンションエンジンというどの音も不協和音になる楽器を使われているんですが、この音がすごい不気味で本当怖いんですよね。ドアが開く音とかにも多分使われてたみたいで、それがバイオファージの鳴き声みたいに聞こえる時があってめっちゃ怖かった。ドア開けた時に後ずさりとかしてましたもん。ただずっとこれも音楽鳴ってるんでだんだんと怖くなくなるっていうのがあったかな。ホラーにおいて音楽って本当大事だから、もう少し効果的にやってくれたらもっと怖くなったんじゃないかなと思います。プレイについて、アクションゲームとしてやりがいがあってめっちゃ楽しかったです。雑魚が基本いないので気を抜いて戦ってたらすぐ殺されたりして緊張感がパないです。普通の敵でも触手が出ると変形して強くなるんですが、これが何匹も出てくるとマジめっちゃ焦る。急いで触手を打てば変形は止められるんですけど、ちょっとでも外せばもうすぐ大きくなって強くなるんで、これもまた焦るんですよね、照準が合わなくて。あと重力操作みたいなので敵を掴んで投げられるんですが、こういうの私めっちゃ苦手で基本ずっと打って殴ってました。重力を駆使してでもっとプロペラとかに入れて倒せたらもっとかっこいいプレイができると思いましたね。で最初は手こずった避ける動作も慣れればこっちのもんで、何回連続で攻撃されようが結構余裕で避けれます。ただこれは1対1の戦闘の時で何体も来られたらこれもまた焦っちゃってうまく避けられないこともしばしばありました。でも焦らずにできればゲーム苦手な人でも結構できるんじゃないかな。ホラーは好きだけどアクションは苦手って人でも優しいモードもあるので、それでやれば普通にプレイできると思います。たびたびレビューサイトでも言われていたのが死亡シーンが長いっていうクレームですね。私はあんまり気にならなかったんですが、何度も同じ死亡シーンを見せられたら飽き飽きするっていう声が多かったようで、最近のアップデートで死亡シーンはスキップできるようになっていました。私が逆に気になったところはジェイコブさんの足が遅いところです。一発でやられる敵が目の前にいるのにジョギング中かって思うほど遅いんですよね。武器の切り替えももたもたして遅いし、今の状況分かってるって怒りながらプレイしてた時が多々ありました。あと基本的に一本道なので隠し要素とかもあまりないのが、まあ、今一つ物足りなかったかな。サブクエストとかもやりたかったな、あの環境で。でボイスレコーダーだけじゃなくてもう一つ収集するものがあってもよかったかなって思います。あとフォトモードもあるんですが、ラスアスのフォトモードに慣れてたもんでもうちょっと遊びがあったらよかったなっていうのももったいない点の一つ。なんだろう、フィルターがねもうちょっと種類があったらよかったなとか、色とかももうちょっといじれたら面白いなって思いましたね。で敵について散々言われてるみたいですが、敵はもう少しバリエーションが欲しかった。ロボットが出てくるんですが、これもねもうちょっと使い道あったんじゃないかなって思いました。普通のバイオファージがわーって出てきてる中でロボットは結構いい
センスだったと思うんですが、まああんまりね目立ったことはしてこなくて、重要なシーンで出てくるんですが、なんかあそれだけっていう感じの展開もあったんで、もうちょっとねあったんじゃないかな使い道が。あとラスアスのクリッカーみたいに目見えない敵が出てくるんですが、こいつらがもうめっちゃバカなんです。ステルスで倒すのが基本なんですが、すぐ近くにいるのにジェイコブさんステルスゲームやったことないんかってくらいめちゃめちゃ激しく刺すんですよね。いやわかるよ、ちょっとでも躊躇して殺せなかったら大変なことになるもんね。でもそんな大きい音出したらすぐ他の敵にバレちゃうよって思ってたんですけど、すぐ隣にいるんですけどこれが気づかれないんですよね。そこで笑いました。あとしゃがんで近づきさえすれば大胆に目の前にいてもバレないのも笑った。難しすぎるとそれはそれでクレーム来るし、ゲームバランスってすごい難しいんだと思うんですが、目見えないやつが来た時は逆に安心しちゃってましたもんね私。あと中ボスキャラがねもう少し種類いてほしかったな。もういいよこいつはって何度も思った。ストーリーについて、ストーリーは、まあ、あんまりひねったことはなく王道を言ったって印象ですね。シンプルだからこそ話を広げることもできるし、選択肢を増やすためにあえて王道のストーリーにしたのかなって思いました、まあ、もうちょっとね展開があってもいいかなとは思いましたけどね。またストーリーのテーマは償いと贖罪っていうことなんで、ジェイコブさんは一貫して後悔と後ろめたさでいっぱいになっていたので、終盤のストーリー展開はなるほどなって感じでした。まあこれは絶対ね2を作るっていうことなんでしょうけど、まあ2が出たらねぜひ私はプレイしたいなって思います。まあそれぐらいゲームとしても面白いし、あと展開もやっぱりこの先どうなっていくのか、福原カレンもどうなっていくのかっていうところが気になるところでした。まとめ、なんだかんだ言ってますが私にとってはすごい楽しいホラーゲームでした。ただ今定価で買うべきかって言ったらちょっと待った方がいいとは思う。ハリウッド映画さながらのクオリティで作ってるから高くなるのは致し方ないとはもちろん分かってるんですが、ボリューム的にもね1万超えはやっぱりちょっと高いよね。だから高額で転売されてるやつは絶対買わないでって思う。来年の2月7日には追加コンテンツとして強くてニューゲームも出ますし、スキンも少し増えるようです。 DLC は来年の夏頃予定してるみたいですが、それもとっても楽しみ。ただDLC にね日本語字幕が入ってるかどうかはおそらく望み薄なんじゃないかなって思ってます。なぜかっていうと今回の字幕がちょくちょく変なところがあったんですよね。多分字幕の最終チェックをする前に日本が発売中止になっちゃったから漢字がちょっと変だったり改行されなかったりしてたんじゃないかっていう予想。だから DLC にね日本語字幕が入るのかはちょっと望み薄なのではって思ってます。特に吹き替えは絶望的なんじゃないだろうか。字幕が入るのかどうかの情報は分かり次第すぐにお知らせしたいと思います。プレイしてみた結果、まあ、正論はちょっと厳しいんじゃないかなってやっぱり思いますね。いかがだったでしょうか。このチャンネルではおすすめのゲームの紹介や英語圏のゲームインタビューの翻訳などしてますので、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。